こんにちは、言葉つなぎです。今回は保全駐在でのモジュール未実装のおすすめオペレーターの紹介をしていきます。保全駐在が面白すぎてですね、ドハマりしてるんですけれども、同じタイミングでモジュールレベル3まで上限が解放されて、威嚇スペクターだったりモスティマなどが超強力になりました。とはいえモジュール関連の素材は数の限りもあって貴重すぎるので、大事に慎重にモジュールの装着と強化は行っていきたいところです。ということで今回はモジュールの装着の有無、強化具合に左右されないモジュール未実装、なおかつ保全駐在で大活躍できるオペレーターをピックアップして紹介します。それでは早速始めます。先方はサイラッハですね。スキル3がコスト回収、スタン脆弱不要、範囲物理ダメージなど多彩な効果で強いです。素質によって周囲8マスへの攻撃速度バフデバフを巻くこともできます。最前線の1マス後ろからだったり、側面から戦線を支援することができて、戦闘の最初から最後まで活躍します。テキサス、スキル2のコスト回収と範囲術攻撃、スタンが有能です。サイラッハと同じく戦闘の最初から最後まで活躍します。ケースバイケースなんですが、側面からの支援ならサイラッハ、後方からの支援とブロック要因も兼ねるならテキサスに軍配が上がる印象です。重装はマドロックですね。スキル2が便利で、自身の周囲8マスに物理ダメージとスタンを巻くことができます。さらに自前での HP 回復手段もあるので、攻防両面で強いです。最前線は基本的に先方や重装を重ねたマドロックに任せておけば OK です。補助はノーシスですね。範囲内全敵を凍結できるスキル2が非常に強力です。凍結状態の敵は術耐性が下がって脆弱付与までされるので、火力面でのサポートができます。消費 SP も低くて高い頻度でスキルを連発することができます。前線のオペレーターの負担を下げて戦線の崩壊も防ぎやすいです。ボスは凍結耐性はありますが、寒冷状態にすることはできます。寒冷状態になると攻撃頻度が下がるので、ボスを抱えている味方への負担を減らすこともできます。ほぼ全てのステージで使えますし、刺さらない場面だったり効きが悪い場面でも戦術装備の効果でカバーできるので、全然隙がないですね。ダクシンスカジ、範囲内味方の攻撃と防御バフ、さらにはマードロックにも適用できる HP 継続回復などとにかく優秀です。戦術効果を重ねなくてもいいのも利点ですね。僕はもうそのまま直で置いて使ってます。術師はゴールデングローですね。スキル2が便利で全ステージで採用できるレベルです。起動まで時間こそかかりますが、退場まで効果継続、広い攻撃範囲をカバーすることができます。狙撃の攻撃速度アップを限界まで盛りたいところです。スキル2が起動すると浮遊ユニットの数が増えます。浮遊ユニットは攻撃するたびに 10% の確率で自爆することで範囲ダメージを与えることができます。自爆しないほどに自爆確率は上がっていくので、極限まで上げた攻撃速度で浮遊ユニットをどんどん自爆させていきたいところです。素質によって一定値の術耐性を無視することもできます。凍結状態での術耐性低下、脆弱などノーシスだったりサイラッハで援護をすることでとんでもない殲滅力になります。特におすすめのオペレーターの紹介はこんな感じですね。あとは便利なオペレーターを紹介していくんですが、まずはユーリューチェン、アルケット、エクシア、カーネリアン、エイアフィアトラなどですね。状況によっては最後に配置してそのまま使ってもいいですし、つなぎとしても非常に便利です。今名前を挙げたオペレーターはスキル3がだいたい決戦スキルって感じなんですけど、配置 SP を生かしてスキル3の超火力でですね、敵の勝利をしつつ敵を倒しきるか、スキルの使用が終わったら次のオペレーターにどんどんバトンタッチをしていって、最終的に配置したいオペレーターに自分の理想の効果を適用させたいところですね。他にはフレイムテイル、サイラッハやテキサスと違ってスタンこそ負けませんが、コストを回収しながら3ブロックかつ物理と術を一定確率で回避できるので、特に序盤の戦線維持に貢献してくれます。星グマ、範囲内全員を攻撃できるスキル3が便利です。配置中重装の防御力を上げることができるので、1ルートのみを封鎖する場合はマドロックへのつなぎ、2ルートを死守する場面ではマドロックも防御力を上げながら1ルート防衛を担うことができる点が強みです。ニエンは編成しているだけで重装の HP を増加させることができます。スキル2を使うとブロック数を増やしつつ術ダメージで反撃をすることができるので、中盤の戦線を維持しつつ最終的にマドロック
や星グマにつなげていきたいところです。シャマレはスキル2がですね非常に便利で、攻撃力と防御力デバフを高い頻度で任意の場所に設置できるのが強いです。味方へのダメージ緩和だったり、物理ダメージの通りを良くして早く敵の処理ができるなど、戦線の崩壊を防ぐことができます。設置型なので自身の攻撃範囲外だったり2局面にも干渉できる状況もあって非常に便利です。戦術装備の効果が、そもそも補助が非常に強くて、引きが悪かったり地形と状況に刺さらなくても腐りにくいっていう点は非常に便利ですね。はい、モジュール未実装で保全で活躍できる僕のおすすめオペレーターの紹介はこんな感じになります。モジュールをレベル3にできるのであれば、モスティマだったり威嚇のスペクターがですね間違いなく便利で保全でも活躍してくれます。ただモジュールの強化素材が本当に月ごとに入手できる数も決まってて貴重ということで、ぜひですねモジュール未実装でも保全で活躍できるオペレーターもうまく使いつつ保全駐在を攻略していってもらえればと思います。僕のチャンネルではアークナイツに関連する動画を投稿しますので、よろしければチャンネル登録お願いします。あとは動画閉じる前にいいねボタンを押してもらえるとやる気アップするのでぜひお願いします。というわけで今回は以上となります。さようなら。